story.答えは一つではないはず。全てを滅せ。命の喰らう破滅の力。それこそ全て剣の行き着く先。違う。答えはそれだけではないはずだ。 目覚めたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は坂巻風のラシード。世界を旅する風のヒーローさ。若。ヒーローがなぜここに。 それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。若。あ、あれ？ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？戦いの中に答えはある。忘れたのか？ お前の口癖じゃろう。ですが、このままではいずれ戦いとは戦う相手を知り己を知ること、一人で迷っていても何も知ることはできん。ことはお前も分かっておるはず。おーい。気分が乗らないなら。分かった、戦おう。 そう来なくっちゃ。波動拳だ。それほど波動拳。真空波動拳。真空波動拳。真空波動拳。バカだ。 負けた負けた。若。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする。自分の力ってやつ。ありがとう。あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣。そうではない答えを俺が見つけるためには。ふん。いいぜ。付き合ってやるよ。 来いよ、竜。ああ、行くぞ。波動拳、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 うはっ。東方や、やっつけや。波動拳、波動拳、波動拳、昇竜拳。 やるじゃねえか。だが心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず戦ってこい。ああ、シャドウか。お前を探していた。
殺意の波動が。人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということ。私と戦え。私は知らなければならない、この力の扱い方。俺も見極めたい、この先を。波動拳ムーン。殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。